わーい、水鉄砲の付録だよ。これはどうやって遊ぶのかな。開けて中を出していってみよう。よし、こんな感じで透明の水鉄砲が入っていたよ。これを袋からまた出していってみるよ。こっちの方からかな。よし、こんな感じ。これが水鉄砲になっていて、この中に水を入れて、この先から水がピューって飛び出るようになるんだね。そしてこれをシール。シールだよ。シールを、よし、この容器のところに貼っていくよ。よし、こんな感じで貼るとアンパンマンの水鉄砲が完成。じゃあこの水鉄砲の的になるのがこのシート。水に濡れても大丈夫なシートだよ。じゃあ取り出していってみようね。こうやってポッと取れるんだよ。これアンパンマンだね。あ、裏側がカビルンルンになってる。アンパンマンの裏側カビルンルンだね。これで点数も書かれているんだね。よし、これは、よし、メーケンチーズ。裏側は何かな。これはポッポちゃん。ポッポちゃんがいたよ。そして、あ、バイキンマンもいるね。バイキンマン。バイキンマンの裏は何？あ、食パンマン。バイキンマンと食パンマンも10点なんだね。アンパンマンも10点だったよ。よし、あ、カレーパンマンはなぜか5点になっていたね。カレーパンマン、ちょっと点数が少ないけど大丈夫かな。カレーパンマンの裏側は、あ、バタコさん。バタコさんの方が10点で大きいんだね。よし、そして、あ、ドキンちゃん。ドキンちゃんも10点。10点だよ。ドキンちゃんの裏側誰かな。あ、おむすびマン。おむすびマンは3点だったね。よし、隣はこれ、ポキンちゃん。ポキンちゃんは5点。5点の裏は、あ、赤ちゃんマンが3点だよ。そして、よし、これ半分から切ってしまおうかな。そうするとやりやすいと思うんだよね。よいしょ。そして、あ、ホラーマン。ホラーマンは3点だ。ホラーマンの裏側は誰になっているかな。わかるかな。よいしょ。あ、クリームパンダ。クリームパンダだよ。そしてメロンパンナちゃんが、あ、5点なんだね、メロンパンナちゃん。そして裏側は、あ、ロールパンナお姉ちゃん。表と裏で仲良し。それから、あ、どんぶりマントリオが3人一緒。3人一緒に並んでいるね。そして3人で2点になっているよ。裏側、あ、これはダダンダン。ダダンダンが2点。2点だね。そして、あ、SL マン。 SL マンは一番点数の低い1点なんだね。的が大きいと点数も低くなるのかな。 SL マンは1点。そして、あ、クジラのクータンも1点だよ。的を並べて水鉄砲で狙っていくよ。当たっているかな。アンパンマンのキラキラしている水鉄砲を紹介したよ。楽しかったかな。チャンネル登録して次の動画でも遊ぼうねー。